インドを訪問している直島経済産業大臣は新首相と会談し電気や水道などインドでの大規模なインフラ整備について日本政府として積極的に支援する姿勢をアピールしました直島大臣はこの会談に先立って成長が見込まれる次世代送電網について 東芝など日本の企業がインドの3つの州と事業契約を結んだことを新首に伝えました。そして、こうした事業について日本政府が今後も積極的に支援する姿勢を示しました。また、EPA ・経済連携協定を早期に締結できるよう交渉を加速するとともに、原発についても日本の技術協力の可能性を今後話し合っていくことで首相と一致しました。